じゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい。先ほどね、ちょっと号外を出しましたが、はいはい、そんな出しているそばから、また号外出さなきゃいけないようなことを起こりましたけど、まあね、とりあえずね、まあ、とりあえずちょっと紹介しよう。試合は終わったので、ね、はい。サムライジャパン世界一の道ということで、はい。強化試合第5戦。はい。で、阪神戦という相手がね、うん。今年非常に状態のいいんじゃないかという阪神を相手に、はい、岡田監督率いる、ね、はい、8対1ということで勝利を収めたという、はい、ね、前回の動画の、はい、最後にね、うん、次からメジャー組が入りますが、まあ、どういう風に変わっていくかなというところだったんですが、さあどうでしたでしょうか。まず信じられないね、うん、あの衝撃弾実はバットがっていうのね、バットがどうしてたんだろう、あの衝撃弾ってどの、うん、まず、ね、まず、まあ、1本目動画撮ってる時に嫌な感じがしたんだよ。嫌な感じ、うん、というのは、ね、これひょっとしたら2本打つんじゃないかなっていう、うん、そんなことを思いながらちょっと脳裏に走ったんだよね、うん、いや案の定だったね、うん、で1本目は膝ついて、うん、あの完璧なフォークをセンターバックスクリーンに放り込むという、で、あの衝撃弾、はい、これにもね、いろんな技があって、うん、まあこれは後で話すけども、ね、うん、なんていうの、バットが折れてたんだよね。2本目ですよね。2本目、うん、あれだけ詰まって、うん、おお、ちょっと詰まりましたねって言ってるけど、はい、あれ折れてたらしいよ、バットがね。それもまたびっくりですよ。びっくりどころじゃないよ、本当に。本当ね。はい、ということで、はい。マスターティングメンバーをね、はい、今日のね、はい、ちいちゃんが言ったようにメジャー組が入ってきたという、はい、赤い文字がね、メジャー組ね、今メジャーで登録されてる選手です、はい、そうだね、はい、それで1番ヌートバー、はい、ね、センターに入りました、待ちに待ちましたみたいな感じですね、まあ、ね、はいはいで、まあ、近藤、はい、で大谷と、はい、これは、まあ、ヌートバーと間に近藤、調子のいい近藤を入れたというね、うん、で村上変わらず、はい、まあ、吉田がメジャーから帰ってきてレフトに入ったという、はい、で岡本、はい、まあ、調子がいいね、岡本を入れ、うん、まあ、山田がセカンド、昨日お休みだったけど、まあ、セカンドを入れて、はい、で源田、中村という、うん、ね、その中で、はい、今日先発はね、山本投手ですね。そうだね、はい、先発は山本由伸、ここまでがね、全部左なんだよ。だからここら辺の組み方がこれからの課題になってくるかなというね。これはあえてっていうことではなくて、多分違う要素で打順を組んでいくと1から5番が左になったということですか。まあ状態を考えたりだとか、うん、ヌートバーの使い方、大谷の使い方、うん、まあ、大谷は当初多分2番を予定してたんだと思うんだけど、うんうん、鈴木誠也の怪我で、はい、やっぱ3番打者がいないんで、うん、まあ、大谷を持っていこうということ、うん、で近藤が調子がいいんで、まあ、ここら辺のつなぎ役をこうしてもらおうということで、うん、まあ、近藤を2番に入れたというね、はい、まあ、そういう打順になって来てるけども、はい、やっぱこうなんていうの、こう左ピッチャーこれが多くなっていくんだよね、他国、なるほど、ね、他の国っていうのは国際試合になってくると、はい、だからこの1番から5番までを、まあ、左を打てない打者じゃないんだけども、はい、やっぱ優秀な左ピッチャーはやっぱこう打ちづらいよね。なるほど。右がやっぱりそこにこう噛んでくると、うん、まあそのワンポイントじゃないけども、そのイニング左を持ってきたとしても対応が効くんだけど、これだけ並ぶとさ、まあ、状態によってはなんかもうがっつり向こうのピッチャーにはまってしまうというね、はい、そういうことがあるので少し危険かなという、まあ、これからのちょっと課題かなというね、プチ課題かなというふうに思います。はい、はい、まあそういうスタートですね。はい、はい、ということ で, ということで一応スコア的には8対 1ね、はい、全日本が勝ったという、はい、ね、その内訳をいろいろ見ていきたいと思いますが、はい、試合を追っていきます。はい、はい、ということで、はい、まあ、まずピッチャーからね、今日も5人ですね、はい、まあ、山本、高橋、松井、湯浅、栗林というふうにね、はい、投げましたけども、うん、まあ、山本由伸これ他のピッチャーと逆で変化球が浮くんだよね、うんうん、みんなちょっとねまっすぐがね浮く傾向にあるんだけど、ありましたけど、
山本の変化球が今日浮いてたね。それと1失点してたのは近本が、ホームランを打ったというね、159キロの山本のまっすぐを捉えて、ホームランにしたという、うん、で、まあ、ヒットも割と打たれてるんだけど、山本って、まあ、シーズン中点をやらない印象があるでしょ。いや、そうです、うん、でも強化試合2試合投げて2試合とも点取られてるんだよね、うんうんうん、まあ、ここら辺が山本の中でしっくりいってんのかいってないのか、うん、なんかね、すごく投げてるボールは素晴らしくいいんだけども、はい、まあ、時折浮いたボールを痛打されるとか、うん、なんかね、あの新しいフォーム、うん、まあ、別にこうそこからの向上を目指してるから何とも言いようがないんだけども、はい、まあ、別に応援するしね、あのフォームで成功すればいいけども、打者から言うとあのフォームはタイミングが取りやすいね。なるほど、そういうところで打たれた、例えばこの近本選手のホームランとか、うん、そういうのも関係してきてますか。可能性はあるんだよね。だから、まあ、今更変えろとかなんとかって言わないけども、うん、はい、やっぱタイミングが取りやすい打者が多いと思うよっていうことはアドバイスしておくよ。なるほど、まあ、そこで何かを工夫するかね、タイミングを狂わすね。だから、まあ、そんなに投げてるボールに対しては心配も何もないんだけどもさ、はい、まあ、タイミングが合うっていうところは少しね、はい、気になるというね、うん、まあ、そんな感じがします。はい、で、高橋奎二、はい、無難、まあ、かもなく不可もなくというか、まあまあ普通の高橋がいるなというまあこれ悪いことじゃないよ、でも普通の高橋っていうかさ、高橋奎二、はい、まあ投げっぷりもいいし、はい、まあ、三振も適度に取れるし、うん、だから何の心配もないということだよね、だから言えばね、はい、まあ今のところの状態の順調の感じですかね。そうそうそう、だからこの前はね、投げてる時に、はい、確かまっすぐがちょっととっちらかってるなみたいな、はい、でも変化球がそのとっちからとっちらかってるボールを利用して変化球がいいなっていうような、うん、そんな感じがあったんだけど、はい、なんかすごくこうまとまってきたよ、まあ、無難にまとまってきたというね。その時はそのとっちらかったボールがあるからこそ変化球も生きるっていう話もあったんですけど、 そうそうそう、うん、その状態よりも今の方がいい、まあいいですかね、うん、自滅は絶対しない感じがしたから、はい、だからすごくよく見えました。本当にそれこそ無難ということですね。はい、そうですね、はい、で松井裕樹丸になりました。結果が全て、そうですね、まあ、今日しっかり抑えたんだよね、うん、3人で抑えたと、はい、ね、1つの三振、うん、ね、もうあの先頭の、そうだね、先頭3球三振だったかな、三振でしたね、はいはい、だから、今は、うん、やっぱ前回とかいろいろ考えると、その投げてるボールがどうのこうのというよりも、うん、やっぱりなんかこうすっきり自分の仕事を終えられたという3人で、うん、はい、まあ、投げてるボールに対してちょっと首をかしげるシーンもあったけども、うん、でも結果的に3人で終わってるということは、やっぱりちゃんと、考えたことが表現できるようになってきてるということだよね。うん、まあ、納得いかないボールも中にはあるにしても、はい、まあ、全部が納得いってる人もいないしね、うん、だからそういう意味では結果が全て、はい、まあ、3人で終われたことがあるかなっていうような、ね、うんうん、そんな感じがします。じゃあこれまで2試合に投げて今日3試合目で、うん、こうようやく調整が追いついてきたかなというところですか。まあそうだね、うん、ああ、これで落ち着いてくれるといいけどね、なんとか間に合う感じですかね。そうだね、はい、はい、で湯浅さん、まあ、相変わらず丸、丸、まあ、やっぱね、なんかザ安定してるわ。あの、任しといたら大丈夫っていう、はい、でボール浮くこともなく、うん、なんかこういつも使ってるね、みんながちょっと苦しんでるようなそんな感じもないし、ボールに対してね、はい、だから投げてるボールも勢いあるし、うん、あ、だからもう万全ですよ。もう今のままで、うん、もう今のままでいいというね、はい、いうこと。で栗林、はい、まあさすが、はい、で出てきてね、8対1の場面だから、うん、普通だったらセーブシチュエーションだったら3点以内じゃない、はい、で緊張感がマックスで出てくるんだけども、8対1だから、でも普段抑えやってるからいきなりノースリーになったんだよね。やっぱり気が抜けるんかなと思いながらも、うん、まあ、そこから3人で、うん、切り取ったという、はい、まあ、だからまあさすがだなっていうね、うん、そんな感じがする。はい、はい、全体的にはグッドピッチャーね、これは投手陣の話ですね、昨日も含めて今日も含めて、はい、だけど
だけど、うん、だけどっていうのは、まあうん、まあ先ほども山本話をしたけども、うん、まあ2試合投げて2試合とも失点をしてるということと、はい、やっぱこうタイミングがね少し取りやすいんかなっていうような、うん、まあ、そこら辺でちょっとした工夫があるとタイミングをずらすこともできるし、うん、まあでもそんなことをするほど球がね弱いわけではないし、球強い球投げてるから、はい、まあ自信もあるだろうしね、うん、まあそのまま行くのかどうかわからないけども、はい、ちょっと失点してるのがちょっとこう俺らはあんまり心配しないんだけど、うん、自分の中でなんでだろうだとか、あ、なんかこう違和感みたいな、うんうん、ちょっと深く考えてしまうとちょっと嫌だなっていう、うん、もうそのまま突きとあのなんていうの突き進んでほしいなっていうことはあるけどもね、うん、はいはい、はい、ということで、はい、はい、次豊かのピックアップ、はい、ね、今回のピックアップは、あ、いいね、ヌートバー期待通りの活躍、はい、どうでしたか、あのこう実戦の試合でね見るのが初めてだったと思うんですけど、ね、相当緊張感もあるし、しかも先頭打者だし、まあ、先頭打者だしね、うん、初めても当たるピッチャーばっかしだし、日本でも、うん、だけどやっぱこう見てると大谷がうまーくいじったりとかいろいろしてるね、そうですね、うん、やっぱこう英語も上がるだろうしさ、うん、でその中でやっぱ初打席初ヒットを打ったんだけども、はい、やっぱバッティングが素直なんだよね、うん、でセンター返しに、まあ、レフト前になったけど記録が、はい、だけどそう反対方向に持ってったりだとか、うん、まあ、次のタイムリーなんかは、まあ、インサイドのカットボールかな、うん、インサイド寄りのカットボールをセンターに弾き返すというね、うんうん、でコンパクトでありやっぱ選球眼もいいわ、あのボール球に手を出してないというね、はい、まあ、最後だけなんかちょっと大きなカーブで三振をしたけども、うん、まあだけどやっぱフルカウントだったら振るよなっていうようなボール、納得ができるようなボールを振ってくれたから、はい、とんでもないボールは振ってないしね、うん、だからそういう意味ではなんかすごく期待できるし、うん、やっぱこう取っかかりが良かったからもうほっとした、最初の、うん、はい、最初三振三振三振だとさあこれちょっと気持ちが落ちたりとかするだろうけども、まあ最初ヒット次タイムリーって言ったらもう乗っていけるよね、うん、ね、ああだからほっとした、これヌートバー大丈夫、なるほど、使えば、ね、日本に来てからもいろんなことで話題になってね、取り上げられたりして、うん、で皆さんあのキャラクターなども人気になってますから、たっちゃんいいよ、たっちゃん、たっちゃんね、今は達川光雄かヌートバーのたっちゃんかと言われるぐらいだからその二択ですか、そう、その二択だよ、はい、はい、次、はい、翔平衝撃と、翔平衝撃、これね1本目の動画は、うん、動画撮ってるんで、うん、見てください、はい、衝撃の激という字がちょっと違いますね、違いましたか、はい、はい、ちょっと直しましょうか、うん、ね、まあいいんじゃないですか、そのぐらい驚いたということで、いいの、うん、もうそのコメントで処理しましょう、はい、ね、いいですか、字が違いましたね、はいはい、はい、まあ字が違うということで、はい、そのぐらい衝撃を受けたということで、はい、すいませんけども、はい、2本目は、うん、ヌートバーが三振したピッチャーだったんだよね、はい、はい、富田というね、はい、あのルーキーだったんです、うん、ね、でヌートバーがやっぱこう情報を共有したんだよ、うん、大谷と、うん、であのカーブでどうのこうのって、うん、で大谷もあのカーブはやっぱヌートバーが三振してるだけに、うん、やっぱこうそのボールに対してはやっぱちょっと要注意だなっていうことで打席に入ったんだよね、はい、でまあファールをしてるうちに、あーカーブという頭がありながら、うん、インハイ寄りのまっすぐを詰まってセンターに放り込んだ、うん、だからね、やっぱパワーが違うわ。で、その衝撃っていうのは、やっぱバットが折れてたって言うんだもん、はい。それでセンターに放り込むというね。うん、1打席目は膝ついて放り込む。詰まってバット折って放り込む。はい、まあ、両方とも衝撃なんだけどもさ。はい、ちょっとパワーが異次元だな。本人もコメントでね、パワーで持ってきましたみたいに簡単に言ってましたけど、まあ、そうだね本当にだからそのメジャー組ヌートバーと大谷が、ね、うん、入っただけでやっぱ全然変わるというね、うん、打線が迫力を増すという、はい、ね、でメジャー組で8打点もう結局今日の
8点が全てメジャー組の打点ということですね、うん、大谷翔平が6打点、はい、日本のホームラン3ラン3ランでね、はい、でヌートバーが1打点で吉田正尚が1打点ということで8通を8打点という、はい、やっぱ打線が変わったよね、うんうん、で変わって、うん、メジャー組が変わって、うん、目立ち出したのが近藤と源田だよ実はということで実は、はい、単発に打ってるだけでは目立たなかったのが、うん、こういうバッターたちの出塁だとかフォアボールを生かしてくれるのがメジャー組なんだよ、うん、出てなければね、そう手につながりにくいですから。そうそうそう。だから近藤はヌートバーと大谷の間に入り、はい、大谷にいい形でつなげるという、うん、だからすごく近藤も目立ったし今日は、はい、地味だけどもね、はい、で源田は下位打線に入って、はい、出塁して上位に回してくるという、うんうん、だから非常に今日の流れは良かった。大谷のホームランは目立ったけども、うん、だからすごくそこにチャンスが回ってくるようなシチュエーションをこの2人が作り出したよね、うん、だからすごくもう貴重な近藤と源田になってきてる、はいね、実はね、はい、だから使えるよこれはね、うん、で、はい、ちょっと気になったところ、うん、左打者の並び最初言ったけどもさ、はい、この左打者の並びっていうのはどうしてもこの5番まで、うん、左が並ぶしね、はい、で今日は大谷がパパーンって打ってくれたからね、よかったけど左の優秀なピッチャーが来た時に果たしていつものように打てるかというとさ、うん、やっぱ苦労すると思うんだよね、はい、だからここら辺の並びがどうなのかなっていうのが今後のまあもうあと1試合したら本茶に入ってくるけどもやっぱ考えなきゃいけないということと、うん、それと打撃の復調は、はい、鍵はセンター返しと逆方向、はい、やっぱね今日活躍したヌートバー、はい、近藤、はい、で大谷、はい、で源田まあ現代一歩引っ張ってるけども、はい、やっぱね反対方向からセンターから反対方向を狙って打ってるんだよね、うんうん、でたまたまかもわからないけどもそういう打球が、まあ、大谷だってセンター2本でしょ、うん、ヌートバーだってレフトとセンター、うん、でコンちゃんもレフト前みたいな、うん、だからそういうことでやっぱりこうホームラン全てホームランを狙って引っ張ってっていうのはなかなかやっぱ結果が出にくいね、うん調子の悪い時には特に、はい、うん、だからやっぱりセンター返しと逆方向をやっぱフルスイングで意識をするという、うん、で村上は昨日言ったけども、はい、なんていうの大谷みたいに、うん、まあ人の真似ではないけども、はい、やっぱ初球から積極的に振りにかかるということ思い切りね、はい、これ振ろうと思ってもものすごいいいところに来たりとかするから振れないケースもあったんだけども今日なんか、はい、そうでしたね、でもフルスイングでね応えるということを考えるとまあ振っていいんじゃないかなというような気がします。こうね、うん、ずっと予感で結果がなかなかってなるとちょっとそうだね、力が入っちゃったりもしますか ね、まあ今日なんかはさ、うん、よしチャンスが回ってくるかもわからないと思って気合い入れたら大谷の衝撃な日本を目の前で見せられて、はい、ランナーなしでなんか球場の中の雰囲気が全く変わってなかった。打席に入らなきゃいけなかったからすごい難しかったと思うよね。そうですよね。難しかったと思う。まあだけどあなたが4番なんだからね。そうです。もうとにかく結果を恐れずに、うん、やっぱこうバンバン振っていくというね、うん、ことを忘れないようにしてください。はい、ね、残りあと1試合本番というか本戦までの強化試合があと1試合ということですね。そうそうそう、ね、はい、まあそしたら本番に入っていくんでね、いい形でね、まあ、いい形でいけるようにね。まあでも今日の打線を見たらやっぱり今までもわんとしてたものが一気に晴れたような、うん、そんな試合だったよね今日はね。そうですね。あ、まあ、こうね一試合ずつこう良くなっていってるところですよね。ね、じゃあ期待してます。はい。